トモヤンテニスチャンネルのトメンです。藤井です。はい、今回はフォアハンドのスピン上級者編ということで、はい、解説していきたいと思います。お願いします。この前ね、フォアハンドの正しいスピンのかけ方、はい、やってましたねみたいなやったんですけど、はい、あれだと結構山なり系のボールだったり、うん、なんかちょっとねゆっくり系のスピンになってたんですけど、今回はかつパワーを出して打てるスピンを解説していこうかなと思います、うん、はい、はい、どっちかというとスピンプレイヤーじゃないよな最近は。まあでもかけるようにしてますけど、うん、そうですね、かけるようにしてます。ああ、そうですか。でもどっちかというと僕の方がスピンかかってるんじゃないかな、うん、かね。まあ弾道的には高いですか ね。でもラケットは超弾道スピンのラケットですね。そうなんですよ、これ、まあ、勝手にかけてくれるんでね。ああ、なるほど。自分でかけても無理しなくていいから、ね、なんていいラケットは。はい、じゃあ上級者編ということで解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではフォアハンドスピン、上級者編ということで解説していきたいと思います。1ポイント目になります。1ポイント目はセミオープンスタンスの形で打てるようにしていきましょう。セミオープンスタンスっていうのは右足に体重が乗った状態でボールを待ってもらってスピンを打っていきます。当然ね、こういうクローズスタンスとかスクエアスタンスとかあると思うんですけど、これだとちょっとボールをね前に押す感覚がつきやすすぎてスピン量がちょっと減ったりするので、なんかこうね跳ねるような伸び、まあ、跳ねるようなスピンを打つイメージがちょっと持ちにくいんですね。でもオープンスタンス気味、まあセミオープンスタンスって言って右足を置いて、まあ斜め左前に置くぐらいをセミオープンスタンス、これも完全に横に置いたらねフルオープンスタンスって言うんですけど、セミオープンスタンスを置いてもらうと右足に溜めた力が上に発揮されやすいので、ラケットが下から上に入ってものすごくスピン量が増えるっていうので、上級者の方にはこのスタンスでスピンを打てるようになってもらったらいいかなと思います。まあ、セミオープンスタンスですね、はい。で、セミオープンスタンスを作る際に気をつけてもらいたいこと2点ありまして、まず肩のライン、前向いた状態からボール飛んできました、でセミオープンスタンス作った時に肩がこの肩のラインはちょっと自分の右斜め後ろ向くぐらいまで作ってください。右斜め前、あ、後ろ向いてください、ね、肩は。で次骨盤意識してもらいたいんですけど、骨盤は、まあ、ここに同じようにラケットを置いたとして骨盤はちょっと右斜め前向いてるような感じですね。まあ、こう見ると右斜め後ろでこちら左斜め前になるんです。肩は後ろに入るんだけど骨盤はちょっと前向いた状態作ってもらえると、ひねられた状態作るんですね。ひねられた状態、上と下がひねられてるんで、その回転動作と膝の右膝ですね、右膝の上げ伸ばしの動作によってボールが飛ぶ動力とボールに回転がかかる動力が生まれるので、ものすごい回転、まあ、トップスピンが打てるようになって、上級者の方が打ってるような跳ねる、しかも伸びのあるボールが打てるようになります。結構ね最初の方のスピンってこう押して下から上、押して下から上のイメージが強いんですけど、今回は下から上に急激に上げてスピン量をかけて、スピン量を上げていくので、最初のこの形をしっかり作ってもらわないと、力は生まれないと思ってください。結構ねセミオープンスタンス作ると、ちょっとボールもらっていいですか、前向いちゃう人多いんですね。こうやって骨盤も前向いてる、自分の肩も前向いてる、同じ形になっちゃってる。ここをしっかりここまで入れてもらえれば急激に体をぐるっと回していくことができます。プラス自分の右膝が下に入って上げ伸ばし、上げ伸ばしすることによってラケットをいっぱい下から上に、まあ当然スピンっていうのはこういう下から上の運動でスピンがかかるんで、当然ラケット自体が下から上にこう上がればスピンはかかるんですが、やっぱりボールが飛びにくくなってくるんで、膝の上げ伸ばしでボールの下から上っていうのを意識してもらえればいいです。この下から上の幅が大きいからといってスピンがいっぱいかかるわけではないんです。下から少し入ればもうそれは同じスピンなので、もう当たってる時間なんかほんのちょっとですからね。このちょっとの中で全てあのスピンをかけていかないといけないので、どっちかというと上げ伸ばしのこの勢いが大事になってきます。この勢いがあれば
スイングスピードが上がるんでスピン量も上がると思ってもらえれば分かりやすいかなと思います。でそれでセミウエスターンっていうのを作って一気に力を発揮してトップスピンっていうのを打ってもらえたらいいかなと思います。はい、2ポイント目は適した打点で打つということを覚えてもらいます。まあおすすめしているグリップは僕はまあセミウエスタンぐらいのグリップです。これぐらいね。まあ当然フルウエスタンとかした方が回転はかかりやすいんですけど、セミウエスタンぐらいにしてもらった方が押しとボールを押す形と、スピンをかける形どっちもやりやすいかなと。でこのグリップになると近いところよりはちょっと遠いところの方が打ちやすいです。後ろから見るとこういう近いゾーンよりはちょっと横に伸びたところの方が打ちやすいかなと思います。でスピンを打ちたいっていうやっぱ願望を持つ方フルウエスタンの方が結構多いんで、逆にこういうフルウエスタングリップで持つ方は近いところで打ってもらった方がスピンっていうのはかかりやすいかなと。手首がね、肘曲がってる方がスムーズに動くんですよ。ですのでフルウエスタンだと近い打点、セミウエスタンぐらいになるとちょっと遠い場所で取ってもらって、まあ、当然ねもっとグリップが薄くなると遠いところで、もっと遠いところで打ってもらったら、で熱くなればなるほど近くで打ってもらったらやりやすいかなと思います。ですので1ポイント目作ったセミウエスタンを、作ってもらったら、セミオープンか、すいません、セミオープンスタンスを作ってもらったら、ここから自分の打点に向かうときフルウエスタンの方は近いところ通って打ってもらったらいいですし、セミウエスタンで打ってもらってる方は遠いところに向かって、打点を持っていってもらえればスムーズにラケットを速く振ることができると思うんで、強烈なスピンが出ると思います。ちょっとどっちの種類もやってみたいと思います。ちょっと打っていきます。はい、じゃあちょっとフルウエスタンから熱いグリップからやってみたいと思います。はいね、結構フルウエスタンで自分肘が曲がった状態で打ってます。次僕がいつもやっているようなセミウエスタングリップぐらいで打ってみたいと思います。ちょっと薄めですね。わかりますかね。ちょっとこうボールと距離がある感じ。この方が腕が伸びてスムーズにラケット振れる。当然先ほどやったフルウエスタングリップの方が見てもらってわかると思うんですけど、弾道も高くなってスピン量も多いです。その代わりちょっと下から上が強すぎてフレームの下に当たってフレームショットっていうのが増えるかもしれませんが、スピン量は増えます。その点セミウエスタングリップになるとスピン量はちょっと減るかもしれないですけど、ミート率は上がってきます。僕はどっちかというと、まあスピンをむちゃくちゃかけたいんだったらフルウエスタンの方がいいんですけど、ボールに力を伝えるっていうところもぜひ取り入れてもらいたいんで、おすすめはセミウエスタングリップ、僕が握っているようなグリップでちょっと遠いところに向かってラケットを振ってスピンをかけてもらえると、ちょっとまっすぐの弾道で向こうのフェンスまでポーンとスピンで飛んでくれるかなと思うので、コートの中入ってるんだけどワンバウンドで後ろのフェンスついてくれるぐらいまでスピンがかかるので、フルウエスタンまで行かなくていいんじゃないかなと思うので、ちょっとパワースピンは打てるけどパワー欲しいなっていう方はぜひセミウエスタングリップでこういう打点気をつけながら練習してみてください。はい、1つ2ポイント目になります。最後は、打点を作った時ね、まっすぐ当たるんですけど、この時に、体重をちょっと後ろに残したような感覚で打ってみてください。セミオープンスタンス作りました。この時に前に行こうとすると面がねちょっとこう下向いてしまったりしてかぶさったようなスピンで、どっちかというとネットが増えるミスとか、意外とかぶさってる分ラケット面がかぶさってる分スピンがかかってない、どっちかというとこの縦ガットっていうのとボールが絡み合ってくれないと回転っていうのはかかりにくいので、セミオープンスタンス作ったらちょっと後ろまでこういうのけぞり方ではないんですけど、自分が上に上がるような感覚でスピンかけてもらった方が自分の上半身の軸っていうのを保ったままスピンが打てるので、強烈なスピン、これもかけやすくなってくるので、セミオープンスタンス前だーってこういうスイングになるよりは体を残して上下動をしっかり、体は上半身は回転、膝の上げ伸ばしっていうのをイメージしてもらえればその場で
ボールを打つことができると思うので、ね、こう一生懸命前に打とうとせずに上に上にという感覚を、まっすぐ当てたものを上に上げていくというイメージを持ってスピンを打ってもらえればスピン量上がってくるかなと思いますので、ここもぜひ皆さん試してみてください。高評価、コメントよろしくお願いします。